初めてお会いした時のこととかっていうのは どんな感じだったんですか。初めて。ディストラクション。ディストラクション。ディストラクションベイビーズって映画で。私の本当の一番最初の印象は、メイクルームに先に私が入って、あの須田さんがあの次に入ってきたんですけど、まあテンションが低くていやそんなもんでしょ。すごい低血圧。朝からこんなやついないね。分かるんだけど、分かるんだけど、すごかったのもうすごい印象だったの。あ、でもそれ言われたもん俺、プロデューサーさん経由であ、そうなんだ、うん、須田君怒ってるんですかって小松さんが言ってましたよ。びっくりして、と思って、あ、なんか多分朝に弱いんだなって思ったんですけど、それがもう本当に一番最初の印象でした。僕はそれは覚えてないんですけど、その日の撮影かなんかで、あの僕がビンタするみたいなシーンがあったんですよ。あのビンタして無理やりこう車に入れてなんか拉致するみたいなシーンで、でまあこういう暴力的なシーンって、そのどこまで逃がすか、本当にやるのかみたいなところって結構現場判断みたいなところがあるんですよね。でまあそういう風に見えればいいっていうのもあるし、まあ、そもそも女優さんの顔をはたくなんてことは基本的にないわけですけど、だからこうまあある程度こうかわしつつ触れるかぐらいでやろうかなって思ってたら、その俺を刺したのかカッて睨んできて、思いっきり叩いてくださいみたいな、半切れで思いっきりやってくださいみたいな、なんかやらないと逆にこっちがやられるみたいなっていう強いなんか出会いでした。